こんにちは、黒田勝之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、シャッフル、リズムパターンやっていきたいと思います。基本的にシャッフルってよくやる、まあこういうのがシャッフルって言われるんですが、このこれは異常に難易度が高いので、これに関しては後回しにしましょう。まずは、ハイハットちょっと緩めた方がシャッフル感じ、シャンシャンシャンの感じになるので、でこの足は裏側、今まではチッとタチッとタとチッとタチッとタチッとタと、足のタイミングをちょっと遅らせてあげるとシャッフルっぽくなります。タッカ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 、イメージ的にはターカターカターカ、前が長くなってる感じをイメージします。でまずはハイハットと足との関係で、ワンツー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 、ビワンツーワンツーワンツーチ、ここはダブルの足を、うんだだ、この D の場合はドンドドンドなので両方とも前でいいんですが、ドドンドドンの時はこの足を使います、ね。で、これを組み合わせていくと、1番2番3番ができますね。これを練習してみます。1番は、2番、3番、ドンパドパンドンパ、まあこんな感じですね。この3つで応用編、この3つができたら応用編ができると思うので、これそのまま読んでってみてください。ドパンドパドパンドパドパン、まあちょっと昔の人だとこれダイヤモンド、これ嵐の、ハッピネスとかもこれで使えるかな。で2番ですね、これはどこもダブルを使うことはないので、ドドじゃなくてドッドになるのね。3番、4番、この感じですね。で、いろんなリズムパターンでフィルインをやっていきますが、フィルインは、タカタタカタ。これが入ればいいですね。なので、ここの段を全部やってみると、という具合に練習してもらえば、まずはリズムパターンが絶対できますからね。これをやっていっていただいて、でシャッフルのダウンアップ、ちょっとこれも緩めといて、このダウンアップってこれ前も練習で何回か説明してますが、これが1エンダー2エンダー3エンダー4、下にいる時間が長くなる感じ、ダウンで下でステイする時間を長くする、タクツタクツ、8ビートだとタッツ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 だったのが、タッツタクツタクツタヌキ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 みたいなイメージですね。でこれで、全部のパターンを、でフィルインに行くときはこの裏拍の音はなくなるので、これでやってください。今、この1番をやりました。2番だと、3番だと、タタタタタタが頭から入るときは、基本この裏拍の音は
この裏の音っていうのは次がハイハットだったらハイハット押す音なんだけど、なくなっちゃうので、これでどうしても裏箱からやって入れたかったらスニアにしてある。スニアだったらスニアの音を押すからね、こういう形で練習してください。でもう一個上級版がゴーストの音を入れる。これがツタツタンタツタツタンタツタツタン、左手は2拍3連の裏です。それでグルーブが出やすくなるっていうのと、あの「いずしないでほら」この「イズントシーラブリー」の時に一番最後の2小節だけこれ使うと、ギターもウカッカーンがウカッカーンがピアノが「ツタッタンダ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 ダダダダ」こういう具合に、ギターと一緒に動くんで同じフィールになりやすいってことで、これでいろんなパターン、これも足がね、このパターンで、例えばこのパターンでこれをやる、という具合に練習してもらうとだんだんグレードアップするので、こういうのをちょっとずつ積み上げていく感じね。で基本はこれはもう、これいつも言ってるんですけど、端ピンなので、この端ピンをやるためにリズム崩れちゃったら全然意味ないから、必ずこれはしっかり四分音符でしっかりできたら次へダウンアップをやってみて、ダウンアップができたらゴーストをやるっていう形で積み上げていきましょう。下地がないのにこっちばっかり先にやっても絶対うまくいかないので、まずこういうフィールを覚えていただければと思います。じゃあフィルインのバリエーションね。フィルインをやる前に基礎練習としては、まあ、3連ってこうタムを4つ移動してくると、ワンツースリー、ここ左手になる、ここ右手、こことここで左手になるのでっていう具合に練習してもらうね。タカタトコトトコ、手が反対になっちゃう。タカタンの時はタカタウって1個お休みがあるから右手からいけたんだけど、3連の場合はやっぱり綺麗にしようと思うと交互にで、2つずつだとこう拍をまたぐので、この両方のフィールができるといいので、両方のフィールを練習するためにこの、これタカトとこと、これ2回やるからね、これをずっと練習してもらうといいかな。でそうするとよく使うフィルインは、これジャズの4ビートで書いてあるんだけど、これシャッフルでいいです。まあ一番定番のフィルライン、これ左右でしょうね。これ右、3連符の真ん中抜きで考えると、これ右左だから右左になりそうなんだけど、こうやって跳ねた8分音符で考えるとこう左右なので、ね、8分音符で跳ねてる時ってずっと右手の方がいいんですよ。これなんかこのタン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 っていう感じが減るじゃないですか、ゆったりしてるから。だから表拍はずっと右手に統一した方がスイング感出しやすいから、だから右手でいった方が、なのでそうすると後でダブルストローク、ね、スリーストローク入れることができるってことですね。で、これをまあ、スニアで、この時はだから、ここが裏拍なくなりますよってことですね。で、それを、やったのがこの2番。これね。で、3番は、こう、2つずつで加工する。で、よく使うのが、裏拍からの方がいいので、ここまでシャッフルしてきて、ここから右左で手順で、うんつたつうんつたつうん、このフィルイン
ですね。でそれを最小フロアにすると、最小の音をフロアタムにするとこれですね。よく使えます。でこれハイタムにしてもいいですね。してもいいね。でこのここのタイミングで2つ割りしてもいいよね。っていう風にしてもいいと。で裏拍であればいいから、ここまでをリズムにしといて、ここ左手からっていうのもいいかな。ワンツーっていうのはよっこいしょって感じがするから、結構上手な人はこの避ける傾向にあります、こういうフィルインは。だったらさっき言ったように、ここに手前にスネアを1個入れるかってやると裏拍から始まるからね。か1個後ろから始めるか、2個後ろから始めるかっていうのが、さりげないフィルインの感じになりますね。まあここら辺はまあ使ってみないとなんか分かんないので、自分の得意な技をどん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 見つけていただければいいかなと思います。なので、まずはリズムパターンをしっかり練習しましょう。このタッカ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 のフィールを練習しましょうね。でそれをできたらシャッフルのダウンアップを使ってみましょう。これね、でできたらっていう風にやって練習してみましょう。でフィルインをいろいろバリエーションつけて練習してみましょうっていうのをいろいろやっておくと、とりあえずシャッフルの曲ってドラムそんなバリエーションができないので、とにかくこうリズムパターンキープしながら、まあフィルインいろいろ遊んでみたりとか、そういったものができると、グルーブをちょっと変えてみる。グルーブちょっと変えてみたり、場所変えたり、こういう感じでこう上げたり下げたりしながら、まあいろいろ展開していくとうまくいくんじゃないかなと思います。というわけで今日はシャッフルを上手に叩こうっていうか、シャッフルの基礎練習ですね、ぜひ頑張って練習してみてください。はい、実は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。めっちゃんどうだった？